なんかさっき30分50分撮ったら一気に短い動画ができちゃったね。これね、この動画はね、このタイプのやつってね、縮小化、縮小化っていうか元に戻すになったらね、強制終了とで、バッツもそうですし、録画ボタンもそうなんで、結構意外にトラップがいっぱいあるんですよ。録画停止してしまうというね、一時停止でやるのも完全停止。そして今日は日曜日でございます。日曜日といったらなんだ、ソウエイっていうなんかね、なんかドラマでもあるんですかね。NHK ドラマみたいな。ありそうだな。ね。三国志の英雄、ソウエイっていうね。まあね、今日はワンピースですよ。で、意外に俺、鬼太郎のこと、ぶちゃくちゃディスってたんだけど、おもろいな。おもろいな。まあ、ドラゴンボールほどじゃないですよ。まあ、ドラゴンボールの足元にも及ばないけど、いやー、でもね、最初なんか YouTuber のことディスられたんで腹立っただけで、やっぱ僕 YouTuber も好きだし、だからなんかね、成瀬さんがフォローしてる MC ってやつもいいんだけどさ、なんかね、YouTuber 全然興味ないとか言いやがって、興味ないって口に出すなよって思ってさ、とか言いながら、レーター好きじゃないんだよねって言ってた男っていうね、うん、矛盾大好きマンっていうね、歩く矛盾ですか、あなたはってね、あ、歩くスイカですっていうね、スイカの擬人化って、いや悲しいな。スイカ泣いてるぞ今頃。ここら辺にスイカあるってことにしてさ、スイカ泣いてるぞな。俺はこんなのが擬人じゃないって、ね、擬態化してもペンギンだぞとね。スイカの擬人化って恐ろしいな。これが世紀末か。はい、今のツッコミ0点です。はい、手首切ります。やめてくれやめてくれ、電動の動きだ、痛い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 、あれ、いや、いや直前で残すなよ。痛い、生き地獄だ。ちゃんちゃんということでね、バイバーイで終わりませんよ。よし、いつもの体勢ね。やっぱこれベッドでやるとね、腰痛くならないんですよ。嘘です、結構痛くなります。喋ることね、やめよっかな。鼻汚いよねこれ。なんかしょうがない。最近炭酸水洗顔やめた。炭酸水がもったいないからっていうわけじゃなくて、単純にめんどくせえ、やめた。あ、下汚っ。びっくりした。うん、カビてるトロみたいな汚さはあったよ。清潔の逆、もうね、不純物かって、不純物の塊だよってね、それくらいな汚さ。え、なんか言いたいことがあるんだ。じゃあこれについて話そうぜ、みんな。俺しか話さねえけどさ、まあみんな俺のね、5分14秒、まあ5分13秒、いや、まあ5分以上、僕の顔だけ眺めてください。もしくはこの間に、見て、まあまあほどさんの動画を 見てください。なんか他のブラウザでね、空間に電子でもねじ込んで、
いや、1個目自体昔から歩くね。いや、もっと。っていうやつね。まあ、1個目は腹立ちますけどね。ああ、同担拒否ね。気持ち悪いよね。気持ち悪い。同担拒否は気持ち悪いと思う。やっぱ好きなものを共有し合って話してけいいのにね。なんかね、お前と推しだけの世界みたいなもんだからね、言ってることは。確かに同担拒否はちょっと気持ち悪い文化ではあるけど。まあ、学生はばっかりだと思うよ。いやー、ズリーは面白いんだもんな。あ、ミケランジェロさんにフォローされた。やったー、よっ。まあ、揚げ足取るのは多いよね。うん。まあ、見て不快だなって最初思ったんですよ、サムネイルで。見たら面白い。
悔しいな。だから面白いんだもん、真帆さんの中身。ずるい。だから、頼人さんのめちゃくちゃ中身面白いバージョンだよね。悔しいな。まとまったお笑いみたいなね。ディスってんの、それも。いや、面白い。ずるいね。いい意味で。まあ、そういうことがあって、ジュレで。まあ、共感できるっていうね。共感はできないです。ぶっちゃけ。だってコメントそんなのもらったことないもん。俺ね、そういうひどいコメントするやつ、死ねとしか思わないんで。はい。死ねはいい、ダメだな。なんかね、あれだな。なんか死ぬ直前に資産全部使って、なんか全部どこかの、なんか電気を流用させて、もうそのデバイスで全部俺の動画をループし続けるっていうのは思いますけど、それだよね、してほしいな。いやー、まあ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 、そうか、まあそうだろうなって。いい動画でした。言うことは特にないね。まあ1個目に関しては昔からあるけど、まあ、それ以外はね、同担拒否だからいろいろあって、なんかいい動画だってね、言いたいことも言えないのかと。まあ最近俺は言いたいこと言ったんでね、まあすっきりはしてますね。でもね、言いたいことを言うっていうのはその時に気持ちをしっかり込める。これは河本大翔さんのやり方なんですよ。その時魂を心を込めて言うと、俺は本気だと。あともう一つ言い方だと思う。やっぱ人間みんなバカだからさ、言い方なんだよ。そんなね、誹謗中傷されて冷静になれる人の方がね、冷静でいられる人の方がまあ少ない。まあそれができたらすごいけどさ、まあ誹謗中傷してくるやつなんて全部クソだからさ、無視していいんだけど、まあその、言いたいことはあるけど、言い方で大体その、なんつうんだ、こじれることもあるわけよ。だからあれだな、俺も修学旅行行った時、やっぱ俺ね、脅かされるのがすごい嫌いで、俺ビビリなんで。で、脅かされてめちゃくちゃ腹立ったんで、そいつにね、口喧嘩になったんですけど、まあ、久しぶりに人間と口喧嘩したことによって、あ、俺、口喧嘩退化してんなって思って、あ、で、これからね、口喧嘩やめようって思いました。すごい揚げ足取られてさ、まあ、じゃあ口喧嘩やめようって思って。でも、まあ、なんつうんだ、まあまあ、言いたいことがあるわけで、まあ、そいつはバカだったからさ、まあ、びくってするようなことはやめてくれよって、優しく言えばいいだけなんですよね。まあ、やめねえけどって言ったらおまわりなんですけど、まあ、そしたらぶん殴ればいいと思うんで、暴力的解決。まあまあ揚げ足取ってくるやつはボコボコにすると、いい揚げ足を取ってくださいね。っていうのもなんか違うけど、なんつうんだろうな。まあちょっと待ってくれよ。このドメインをパクって、貼り付けて、こうしたらどうなるか。はい、できた。はい、マホトさん、マホトプレゼント企画なんてやってんだ。潰し合いとか悪いことしてるとかあったら全然報告してください。ツイッターで言いにくいならインスタの DM でもいいですよ。返事はしませんが、いろいろ問題をなくしていきましょう。ああ、あった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 。あれだね。仲間同士の、まあファン同士の潰し合い。ああ、クソですね。はっきり言って。もし俺の未来のファン、俺はもうね、基本的にね、今見てる人はね、そのステルスすぎるんで言いませんけど、まあ、未来のファンで仲間同士でやるんだったらしょうもないんでやめてください。もしやるとしても、すげえ面白くしてください。もう、めちゃくちゃ面白くしてください。本当に争いたいんだったら、もうね、その、むちゃくちゃ面白くしてください。その、面白勝負とかじゃなくて、それ自体を、その、芸術くらい、だから取引価値1億円くらいになるくらいの面白価値で、争ってください。やるんだったら。いや、100億円だな。100億円で値がつくような、その、流れとか、面白さを、が生まれなければ争いはしないでくださいっていう、またなんかおかしいですけど、まあ、芸術に昇華させるくらいの面白い争いをしてくれよって、やるんだったら
うん、面白さは至上主義なんで、まあ俺が絶対主義なんですけど、俺が絶対的な、で面白ければいいよと、うん、それだけです。うん、争うのはいいけどね、まあそれでやって結局仲良くなってくださいってことだね。うん、まあ厄介なのは女ファンですかね。うん、まあ男ファンでもいると思うけど、でもやっぱ絶対的に多いのは女ファンじゃん。ゴミが多いじゃん、やっぱり。ああいうひどいことをはぶったりするじゃん。やっぱ女ってゴミだよなーっていう、加藤純一さんに風吹かれすぎだけどさ、ゴミすぎでしょ。それでなんかほんと気持ち悪いよね。うん、そういうことするやつがいたらもうなんかね、ダメですね。俺が直々にひねり潰すね。うん、未来でいたらね、うん、不快なんで、うん、見なくていいとは言わないけど、うん、マジでロムレ、ほんとそういうやつがいたら不快だもん。まあ争いは見にくいですからね、これから高次元的な存在になるにはもう争いなくさなきゃダメなんですよ。うん、なんでみんなをリスペクトし合って発言の一つ一つを気をつけようと。俺は気をつけないですけど、うん、まあ俺に対するリプライは失礼でもいいです。あ、でもあの頭きたらば動画で取り上げますけど、未来に行ってるんですよ、未来雑談みたいなもんなんでね。うん、まあまあそんな感じかな。まあ未来はね、すごい母数いるんでね、俺のチャンネル登録者数、母数っていうかチャンネル登録者数はめちゃくちゃいるんで、まあそんな感じかな。でもね、うん、でもねって多いな、接続詞っていうのか、それが多いですね。まあ、接続詞使わないと俺喋れないな。まあいいや、接続詞使わせてくれよということでね。まあ言うとりますけども。背中から食うわ。争いはダメだからな。何も生まないんだよ。負の何かしか生まないっていうかね。争っていいことなんてないですし、お前には何のために口があるんだ、指があるんだと。何のために脳みそがあるんだと。しっかり考えなさい、発言をするときは。まあ大体ね、争いが起こるやつってね、一人の失礼なやつがいるんで、まあボコボコにはしないでいいです。俺が気づいたらやるんで、みんな無視してください。俺が気づいたらボコボコにするんで、それだけです。俺に報告しないでくださいよ。こういう失礼なやつがいます。ほっときゃいいんで。で、俺の目に留まったらボコボコに言うと。動画で。それだけです。Underground, do 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 what diddy diddy dum diddy do do what diddy diddy dum diddy do what doki doki kana wanna eat together what diddy diddy dum diddy do I was a lonely lover I was lonely lover I miss them in a minute.I fall the lonely love. まあいいや。
お尻痛い。